どうも、おもちゃんです。今日はダンロップさんの展示説明会の方に来てるんですけれども、このラケットを見てください。これはケビン・アンダーソン選手が使うモデルのラケット。まあ、厳密に言うとこれ16、19なので、ケビン選手は18、20の方を使うらしいんですけれども、まあ長さであったりとかは、同じモデルになります。で、高橋祐介プロもですね、以前、チャンネルで紹介させていただいて、高橋祐介プロもこちらの200を使うということで、世界で活躍するプロが、使用するラケットということで、こちらの発表等が行われてました。で、僕自身も、こちらの1個前のモデルを使っているので、ちょっと今後使っていくモデルとして、すごく楽しみなモデルなので、これからですね、ダンロップの方もちょっとお呼びして、説明をしてもらおうと思います。ダンロップスポーツマーケティングの藤井さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。実際に僕がこの全身のモデルの CX2.0 を今使っているんですけれども、はい、そことの違い含めて、特徴をご紹介してもらってもよいでしょうか。はい、今回の新しい CX は、はい、前回の CX と異なる点が3つあるので、はい、順番にご説明させていただきます。はい、ぜひお願いします。はいはい、まず1つ目から聞かせていただきます。今回フレーム部分に新しい素材、インフィナジーという素材を搭載したソニックコアを入れています。はいはい、インフィナジー、はい、最近ではランニングシューズなんかに使われている素材なんですけど、それをラケットに、はい、活用されてるんですね。はい、反発性がいい素材で、それを搭載することによって、ボールの十分な飛びと打球感の柔らかさを再現しています。はい、なるほど。このフレームの素材の話は、今お話しいただいたかと思うんですけども、はい、形とかは何か変更あったんですか？はい、今回ですね、フレームのこの内面圧というのを1ミリ薄くしています。なるほど。内面圧を1ミリ薄くすると、じゃあどうなるのということなんですけど、はい、その分スリットエリアを拡大させているという面。なるほど、なるほど。はい、ちなみにスリットエリアって、こう純粋に拡大した感じなのか、それともどっちかの方面に拡大したとかって何かこうあるんですか？はい、今回スリットエリアを縦方向に大きくしました。なるほど。はい、なぜかというと、現代のテニスでは、はい、スピンが流行っていたり、はい、フラットが流行っていたりとか、はい、いろいろな球を打たれる選手が多いので、はい、そのようなオールラウンドな要望に応えるために上の方にスイートエリアを広げております。はい、なるほど。じゃあ、はい、真ん中に、当てるっていうのも当然スイートスポットとして、はい、トリオフ飛ぶし、はい、少し上に、ずれたとしてもちゃんと飛んでくれるっていうことですね。はい、そうですね。はい、で、今回このストリングパターンを前回とちょっと変えまして、はい、変えたというのも本数を変えたのではなく、はい、マス目の大きさを変更していて、まずこの中心部分のスイートエリアのマス目は、はい、前回より 2% 拡大しています。なるほど。はい、で、この上の注目していただきたいのは上の部分なんですけど、はい、先端部分のマス目の大きさを拡大させることによって、スピンをかける時でもしっかりと反発性を、うんうんうん、補ってくれるという役目があるので、なので、この真ん中と先端部分の、はい、反発性というのもなるべく均一にしようというのが今回のこのマス目の特徴になっております。なるほど、ありがとうございます。はい、しっかりと反発性も、キープしつつスピンがかかるということなので、よく飛ぶだけだと少し不安に残る部分もあると思うんですけど、はい、それだけではなくてしっかりスピンもかかる工夫っていうのがなされている。はい、さらに CX シリーズといえば、しっかりこうスイングが、しやすいっていうところが前作から引き継いでこれは、あるものだと思いますので、ちょっとこれもまた、打ってみてですね、試していきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
際に CX の新シリーズ200の方を試打してみまして、で実際に打った感覚としてはやはり飛びがすごく良くなっているなと思いました。同じような力で打っても前作と比べてしっかり飛んでくれるなっていう印象がありました。かつただこうフレームが厚いラケットの飛びというよりかは、しっかりとこうフレームの薄さを生かして操作性程度は残しつつしっかり飛んでくれるという形なので、まあ、よく飛ぶんですけど、しっかりコントロールもできると、ダウンザラインの、狙うときにしっかりとこう打ちたいところに飛んでいってくれたりとか、まあ、コントロール性をキープしつつ、まあ、飛びであったりとか、あと、藤井さんも話してられていたようにスピンをかけるというところも、まあ、両立されて、できていたので、まあ、僕みたいにしっかりとこう動きながらでもスピンボールを返すプレイヤーだったりとか、アグレッシブにこうベースラインにプレーするプレイヤーには、もってこいのラケットなのかなと思いました。はい、このプロ先ほどはありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。相変わらずのすごいスライスでありがとうございました。びっくりしました。ありがとうございます。はい、佐藤さんもこのラケット使って、はい、いただいていると思うんですけど、はい、どんな感じのラケットを。そうですね、はい、まず僕としてはこのデザインがまずすごい一新されたのと、やはりこのスリクソンからダンロップっていう、このものに、まあ、戻ったという形ですよね、はい、実際にはそうなったのがまず僕としてはすごくこうある意味新鮮であり懐かしさもあるなっていうのと、あとまあその感触っていうのはまだね僕もそんなに打ち込んでないので、はい、体の中にはそんなになんかこうすごく慣れてるっていう感じはないんですけど、はい、まあ、以前のラケットよりは若干こう柔らかさが少し出てきたかなというのは感じます。なるほど。高橋さんとしてはラケットの方に柔らかさを持てますよ、はい、とも高橋さん、僕はねやっぱその、はい、昔のダンロップの時 の, そのリムというラケットを使ってたし、はい、少しねやっぱその柔らかさの中にも、はい、その柔らかさと硬さをすごく融合させるって難しいと思うんですけ ど, あまり硬さが勝ってしまうと、はい、ちょっと僕としては非常に使いづらくなってしまうので、柔らかい感じは僕は残っておいた方がいいですね。なるほど。はい、ちなみに、まあ、高尾プロがラケット設定される際に、はいはい、どのショットが打ちやすいかで決めますか。僕はやっぱりね、はい、スライスっていうのはすごい基準だし、そのスライスの時のそのボールが当たったところからのこの飛び出しの感触で、はい、その飛んでいくスピードだったりっていうものがやっぱりちょっと基準となるし、あとやっぱボレーサーブっていうような、はい、その自分が当たった感触とボールのこの飛び方、だから自分で当たった感触っていうのもすごい大事にしたいけど、はい、相手の人が何を感じるかっていうのも、すごい大事にしてるところですね。うん、ありがとうございます、はい、最後ちょっとラケット関係なくなっちゃうんで、はい、テニスのゴンちゃんのプレーさんに何かアドバイスがあれば。そうだね、今ね、よくね、はい、こうあの大学か大学の時から一緒にプレーはしてたけど、はいはい、いい意味でミスヒットが少なくなると、はい、多分もっともっとコントロールが、なるほど、うん、ミスヒットっていうのはその相手がさっきも、ね、一緒に言ったけどそのスライスだったりスピンだったりっていうそのボールの違いが出てきた時にそれにもっといい対応ができるとプレーそのものの、その確率が上がると思うんで、はい、ぜひ頑張ってください。わかりました、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。More left hand here. That way. Okay? And a little straighter. A little straighter, okay? Perfect, good. Good, nice.